やっぱり爆心地にちょうどいてしまった場合は、まあ、地下シェルターもろとも蒸発してしまう。直撃を受けてしまったら助かる方法はほとんどないんですね。備え防災アドバイザーの備える TV 高木さんに来ていただいております、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。備え防災アドバイザーっていうのがあるくらいやから、はい、なんかね、 YouTube を見てたらほんまにありとあらゆることに対する備えにかまつわる動画をアップしてて、今回伺いたいのが核爆弾がもしもうん、っていう、今この世の中、ものすごくきな臭くて、今までは映画の中の話やったのが、いよいよ、なんかほんまに、もしもっていう時は、基本的にはどんな行動をするのが一番いいですか、うん、核兵器対策、核爆発対策っていうことを考えると、やらなきゃいけないことは3つあるんですね。核爆発による、どんな影響から身を守っていくのかというお話で、まあ、1つはいわゆる核爆発そのものの影響、うん、超高温、超高熱、爆風ですね。まあ、こういったものから身を守るためにはどうしたらいいのか。もう一つは放射線の影響ですね。核兵器が通常のものと違うのは放射線がありますので、それからどうやって身を守るのか。で、もう一つは直撃を自分たちが受けなかったとしても、万が一核兵器が落ちるような状態になりましたら、その後の社会の混乱が大きくなりますので、それをどうやって生き延びていくのかと、食糧危機みたいなものがやってくるっていうこともありますので、核の爆発から身を守る、放射線、放射能から身を守る、そしてその後の混乱から生き延びるっていう3つがポイントなんですね。爆発から身を守るためっていうのは何ができるんですか、はい、究極的には引っ越しですね。日本全土が瞬時に火の海になるわけではないので、やっぱり狙われる場所はもう決まってますね。大都市、米軍基地、自衛隊の基地、政府の重要施設、あとは発電所とか、そういうところがある場所がまあ狙われますので、まずそこから引っ越し、はい、もう俺は決めてんねん。兵庫県の先にある。あ、みんな来る、みんな来る。家島諸島って。みんな来る、それ一つの手段なんですよ、うん、核爆発から逃げたければ最初からそういう秘境に離島に山奥に住んでしまう。東京住んどったら無理やな。そうなんです。核爆発だけじゃなくて、やっぱり災害が起きた時に大都市で被災すると大勢の被災者の中の一人になっちゃうんで、支援が全然足りなくなるんですね。できるだけ少数派で被災する方がまあ、支援を受けられます。ただ、とはいえね、誰もが引っ越しはできませんので、じゃあできることで何かあるのかっていうことなんですが、まあ、一つはやっぱり J アラートですね。携帯電話から J アラートで武力攻撃の通知が。まあ、もう誰でも来るんですか？基本的には来ます。携帯電話のキャリアメールというのを使ってきますので、ドコモであればエリアメール。ソフトバンク au、楽天モバイルの場合には、緊急速報メール。ただしですね、携帯会社のやつは、条件によっては届かないことがあるので、できればアプリを入れるのがおすすめです。個人的に一番おすすめなのは、Yahoo 防災アプリ。Yahoo 防災アプリを入れておけば、まあ、このミサイルに関する J アラートだけではなくて、例えば緊急地震速報ですとか、台風大雨の時の各種警報ですとか、市町村から発表される避難指示、全部来ますので、まずは Yahoo 防災アプリを入れていただいて、J アラートですね。国民保護情報でミサイルの情報を得られるようにすると。基本的に核攻撃から身を守るためには、まあ、シェルターを目指すんですけども、日本にはそういうシェルターってないんですね。じゃあ、どこが一番シェルターに近いのかというと、やっぱり地下ですね。地下鉄、地下街、地下室。そういうところが今自分がいる場所にあれば、そこに飛び込んで身をかがめて、まずは地下ですね。地下鉄、地下街、地下室があるならば、そこに飛び込む。なかった場合には、今自分がいる場所、屋外が最悪なんですね。やっぱり生身を晒してしまうともうどうにもなりませんので、できるだけ建物の中に入って、窓とかが少ない場所で身をかがめる。一番いいのはやっぱりコンクリートの建物、まあ、ビルとか、コンクリートのマンションとかで、そういう建物の中のお部屋の中で、極力窓とかがない場所、お風呂とか、トイレとか、廊下とかですね。リビングなんかは窓が大体ありますので、そういうところに、まあ、飛び込んで、とりあえず身をかがめて、お祈りするしかないです。マンションとかやったら、1階の方がいいとか、はい、階数とかってあるんですか、はい、なんかそうですね、極力地面に近い階の方が、やはり影響は受けづらいですね。次は放射線の影響ですね。やっぱりまず怖いのは爆風、高温なんですが、まあ、これはいわゆる蒸発しちゃうイメージですよ。
で、それに関しては、やっぱり地下のシェルターにいない限りは、もう防ぐことはどうやってもできませんので、お祈りをするしかない。爆発する地点、上空でもう火の玉のようにして爆発するのか、かなり地面に近いところで爆発するのかによっても、またやっぱ地下にいても意味がなかったりとか、はい。やっぱり爆心地にちょうどいてしまった場合は、地面も含めてある程度消えてなくなってしまいますので、まあ、地下シェルターもろとも蒸発してしまう。結局、直撃を受けてしまったら、助かる方法はほとんどないんですね。シェルターにいたとしても。だから例えば、自分が政府の要人であり、私のいるところにミサイルが来るっていう方は、正直撃つ手がないんですね。でも、大部分の方は政府要人じゃないので、自分のいるところにはミサイルは来ないんです。ですから、極力普段から重要じゃない場所に拠点を構えるっていうのはやっぱり重要な。弾頭が直前に分割されて、そこからいろいろな地点を同時に狙う。ですから、東京などを例えば目標にして、そういった多弾頭型のものを使う場合には、正直、東京都内山手線の内側で安全なところはないんですね。防災の基本というのは、起きるか起きないかじゃなくて、起きたらどうするかっていう、まあ、考え方ですね。でも、直撃を受けなかった場合には、いろいろやりようが。なるほど。で、そこから近づけると思うと大事です、はい。まあ、できることをやろうって。次に、やはり核兵器で恐ろしいのは、放射線の影響ですね。これが通常の兵器と異なる点なんですが、放射線が怖いのは、直接爆風などの物理的な影響を受けなかったとしても、壁を貫通して放射線というのは入ってくるんですね。コンクリートでも、はい、入ってくるんですか？物の種類によっては入ってくる。で、放射線って種類がいっぱいあって、それこそカーテン1枚で防げるような放射線もあれば、分厚いコンクリートの中にいないとダメなものもあるので、まあ、どの放射線を防ぐのかということによっても変わるんですが、とにかく布1枚壁一枚隔てるだけでも放射線の影響は大きく減らすことができますので、まあ、やっぱり建物の中で極力外から離れた場所で身を守る。直撃しなければ建物は落ちますし、放射線の影響を受けるとしても、できるだけ壁から離れたところにいるのが一番安全ということになるんです。爆心地からどのくらい以内やったらまだ逃げた方がいいのかとか、もしくは爆心地からこのくらい離れてたら逆に移動しない方がいいとか、なんかあったりするんですか？距離というよりは周りの放射線のレベルなんですね。実は私もいわゆるガイガーカウンターっていうのを持ってる、ウクライナ製のを持ってるんですが、カウンターがないと放射線、それから放射線を出す放射能は五感で感じられないんですよ。目に見えない、音も聞こえない、温度も感じない、味もしない、チクチクもないんですか？チクチクもないんですよ。まあ厳密に言うと放射能の多くは金属なんで、金属の味を感じるっていう表現が、放射能って金属の、はい、一緒なんや。ただ金属の味を感じるレベルになってるともう助からないので、それは当てにはしちゃいけないんですね。ガイガーカウンターを見ていただいて、このガイガーカウンターの数値が異常な値を示しているのであれば、もう外には逆に出ちゃいけないんですね。一番避けなければいけないのは、放射線を出す物質を体の中に入れないことが最重要なんです。体内被曝っていうんですが、体の中に放射性物質を入れてしまうと、ゼロ距離で被曝しちゃうんですね。この中に放射性を出す物質が入ってきちゃう。もうじゃあ弾丸がもう自分の中から打ち出されているような状態になる。中から攻撃されると、これはもうどうにもならない。体内被曝っていうのはじゃあその放射性物質を飲んだりとか、はい、呼吸で取り入れない。なるほどなるほど。はい、ですので、そういう意味では、ある程度爆心地に近いような場所の場合は、絶対に外に出ない、外気を吸わないようにする。マスクとかも持っといた方がいい、ね、それこそ専用の防塵マスクとかですね、そういうものをつけて逃げ出す、そういう準備も一つの手段です。酸素ボンベとか、シャワーを浴びるのは正解ですね。ですので、もし屋外にいる時に核攻撃に遭った、もしくは避難のために外を歩いたという場合には、必ず安全な場所まで移動したら脱いでいたものは全部廃棄ですね。これ自体が放射性廃棄物になってますので、服を全部脱いで全身シャワーを浴びていただいて、そして安全な場所の中に入らないと、これで被爆されちゃうんですね、中にいる人たち。ですのでシャワーは正解。実際にさ、なんか水道水も汚染されてんじゃないのとか思っちゃうんだよね。311、東日本大震災の時に、まあ、福島第一原発で事故が起きたんですが、あの時には実際にその放射性物質が環境中に撒かれてしまって、で例えば東京なども川の水源に放射性物質が入って、
で、浄水場の放射性の物質の基準値を超えて、一時期やっぱりニュースになすんですね。で、そういうことは実際起こりますので、やっぱりお水などはある程度備蓄をしておかないと、食べ物、飲み物がなくなっちゃうっていうのは、政府からの情報はね、どうやって取ったらいいかが。基本的にはスマートフォンによるインターネットか、ラジオですね。この二つが唯一使える情報源になります。インターネットは使えるんですか？基地局が生きていればという意味ですね。インターネットって、そのもともと戦争用に開発されて、はい、どこかがサーバーが一つだけあって、そこからじゃないって、いろんなとこにサーバーがあって、インターネットの本体っていうのはないんですよね。そういう意味では非常時にも強い。なるほど、なるほど。はいスマホによるインターネットかラジオ基本的にはやっぱり J アラートを受けてお家の中にいてで幸い爆発で建物自体は壊れるような感じではなかったでもどうやら例えば東京のどこかに核ミサイルが落ちたらしいとこうなった場合にはとにかく外出をしないことですね理想的には2週間お家の中に閉じこもっていただければ半減期ですね放射能のレベルがだんだん下がってきますので2週間お家の中で生活できるような物資を、まあ、日頃からご準備いただいて家の窓を全部閉め切って外の空気をできるだけ入れないようにして家の中で生活を死ぬわ俺放射能で受けた時ってどういう風になっちゃうんですか人って例えばまあ軽微なものであればやっぱり放射線によってこの皮膚でもそうですし要は細胞が破壊されるというのが大きなポイントになるその細胞がやられてしまって場合によってはがんになってしまってで臓器がやられると、まあ、今度は多機能不全という形でどんどん体の中がやられていくでかつ放射線の影響を受けると修復することができなくなってしまうんですね。それで最初は一見何の問題もないんですが日が経つにつれて私たちの体ってどんどん作り変えられてるんです、うん、作り変えができなくなっちゃうので回転の早い部分からどんどんボロボロになって命を、まあ、これが一番重いタイプの放射線障害陽度、はい、陽度取ったらいいとかって聞いたことあるんですけど、はい、これは核爆発が起きた時に要素ですね。要素っていうのも放射能を持っている放射性物質なんですが、要素がこの甲状腺に沈着をすることで、この辺りに大量にその放射能が蓄積してしまうんです。あらかじめ安定要素剤というものを飲んでおくと、放射能を持っていない要素をこの甲状腺に蓄積することができて、それで後から入ってくる悪い要素をここに溜めないっていうことが、先にだからもうたくさん溜めておく、はい、そうなんです。良質なやつを溜めておくことによって、はい核爆発起きてからなんです。そうなんや。今のうちに飲んどくとかじゃないんですか。ただ、放射能の種類は要素だけではないので、セシウムとか、ストロンチウムとか、プルトニウムとかいろいろ出てきますので、要素だけでは防げない。けど、一部をやはりブロックしてくれる効果はあります。なるほどな。とか2週間もう家で閉じこもって外気を吸わないようにする、うん、それで2週間経ちました、はい、今後はもうじゃあどう生きていくのかそこからは世界がどうなっているかですねそこから大規模な戦争に発展していれば、まあ、なかなかそこからの生き残りは難しくもなりますし逆にその一発だけで終わっているのであればその地域から避難をすることで生活を再建させることもできるかとは思いますので基本的には爆発直後にやっていただく情報収集はどこに落ちたのかということが大事ですね、うん、あともし避難をするときにはやっぱり風向きがポイントになりますので爆心地の上になっているときに逃げる風下になっているときに屋外に出るとまた被爆してしまう恐れがありますので天気予報をなんとか聞きながら爆心地と風向きが逆になっているタイミングで逆方向に逃げるっていうのをやっていただく絶対起きたらあかんわもうこれ世界が終わると思うわ今私たちの人類の社会は核兵器を想定して作られてはいませんのでやっぱりそれを防ぐ手段っていうのはないんですね日本の場合は地震が来ます台風大雨も来ます大雪も降りますこれはもう当たり前のように起こるので地震対策大雨対策大雪対策はやってますし別にそれで生活が不便にもなってないですねでも核兵器が落ちてくることは想定してないんですね基本的にはなのでやっぱり有効な対策はない社会としてもう例えばどの家にも核シェルターが作られるようにするとか、はい、社会ごと核戦争に備えるような社会を作っていくしかないっていうのもあるし、はい、でもそれをやるっていうことはもう核っていうものがあることを肯定する社会にもなってしまって日本としてはやっぱそのね核が使われた国として核に備える社会を作るべきかどうかっていうのもまた議論の
対象になるんやろうな。究極的には自宅に核シェルターを置くというのも一つの手段ではありますね。でも核シェルターっていくらで作れるんですか？例えばマンションの中などに設置するようなタイプで2名が2週間ぐらい中に閉じこもるためのお部屋であれば、まあ、600万円ぐらい。でも車買うぐらいな。すごくね、その詳しいものに関してね、また動画もね、作ってらっしゃるので、うん、まあそこの動画もね、また見て参考にしてみるのもいいんじゃないかなとは思うけども、まあでもとにかくやっぱね、戦争で早く今のこのきな臭い世の中、できるだけないとかほんまにね、戦争の世の中にね、変わってほしいなと思うな、ほんまに。今日は、興味深いお話、お聞かせいただいてありがとうございました。はい、こちらこそ、ありがとうございました。スライム TV さんの URL をね、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。以上です。